神戸グルメを存分に堪能できる新スポットがあさって神戸北野にオープンするのを前に、報道陣向けに内覧会が開かれました。あさって神戸北野の旧北野小学校跡にオープンするのは、神戸の食をテーマにした複合施設、神戸北野ノスタです。去年まで観光施設北野工房の町として親しまれてきた旧北野小学校をリニューアルした建物は、1階がオリジナルスイーツや灘5号の酒など神戸の味覚を取り揃えたフロアとなっていて、関西初出店となるチョコレート店では、丹波の黒ごまや淡路島の藻塩を使った神戸限定の生チョコを販売しています。またレストランとバーが入る2階フロアでは、旧北野小学校で使われていた階段やステンドグラスなどがそのまま残され、ノスタルジックな雰囲気の中で神戸のグルメを楽しむことができます。この施設の中でのコラボ商品というものもたくさんございまして、スイーツやベーカリー、あとレストラン、いろんなコンテンツがございますので、神戸の食材をうまく使ったメニューをご提供させていただければと思います。神戸の食を堪能できる施設、神戸北野ノスタは、あさってグランドオープンします。